キツネビ。キツネビは、沖縄県以外の日本全域に伝わる開花。人ボス、人模し、輪火とも呼ばれる。郷土研究家、サラシナ・キ森がまとめたキツネビの特徴によれば、火の毛のないところに、ちょうまたは、松陰、のような開花が一列になって現れ、ついたり消えたり、一度消えた日は別の場所に現れたりする、もので、正体を突き止めに行っても必ず途中で消えてしまうと、 言う。また、現れる時期は、春から秋にかけてで、特に蒸し暑い夏、どんよりとして、天気の変わり目に現れやすいという。10個から数百個も行列をなして現れ、その数も次第に増えたかと思えば突然消え、また、数が増えたりもするともいい。長野県では、提灯のような火が一度にたくさん並んで点滅するという。火のなす、行列の長さは一里、 約4キロメートルあるいは約500から600メートルにもわたるという、火の色は赤、またはオレンジ色が多いとも青みを帯びた火だともいう。現れる場所は富山県富波市では道のない山腹など人の気配のない場所というが、石川県富士群門全町、現和島市では逆に人をどこまでも追いかけてきたという伝承もある。 狐が人を化かすと言われているように、狐火が道のない場所を照らすことで人の歩く方向を惑わせるとも言われており、長野県飯田市では、そのような時は足で狐火を蹴り上げると退散さることができると言われた。出雲国、現、島根県では狐火に当たって高熱に侵されたとの伝承もあることから、狐火を行あうがみ、 不用意に合うとたたりを及ぼす心霊のようなものとする、説もネクとなえられている。また、長野の伝説では、ある主従が城を建てる場所を探していたところ、白い狐が狐火を灯して、夜道を案内してくれ、城にふさわしい場所までたどり着くことができたという話も、ある。正岡式が俳句で冬と狐火を歌っている通り、出没時期は一般に冬とされているが、 夏の暑い時期や秋に出没した例も伝えられている。狐火を鬼火の別称とする説もあるが、一般には鬼火とは別のものとして扱われている。東京北区王子の王子稲荷は稲荷神の棟梁として知られると同時に狐火の名所とされる。かつて王子周辺が一面の田園地帯であった頃、路房に一本の大きなエノキの木があった。毎年大晦日の夜になると、 関八州、関東全域の狐たちがこの木の下に集まり、清掃を整えると、関与を求めて、王子稲荷へ参殿したという。その際に見られる狐火の行列は壮観で、近在の農民はその数を数えて、翌年の豊教を占ったと伝えられている。このことから、えのきの木は、小族えのき、小族えのきと呼ばれ、よく知られるところとなり、歌川広重、 名所江戸百景の題材にもなった。木は明治時代に越ししたが、小族稲荷神社と呼ばれる小さな社が、旧王子二丁目伝帝。現在の堀部前の交差点の近傍に残っており、一帯は以前には江の町と呼ばれてもいた。地元では地域おこしの一環として、1993年より、毎年大晦日の晩に王子狐の行列と呼ばれるイベントを催している。 山形県のではや秋田県では狐火を狐松明と呼ぶ。その名の通り、狐の嫁入りのために灯されている松明と言われており、良いことの起きる前兆とされている。岡山県、備前地方や鳥取県では、こうした開花を中狐、中古と呼ぶ。一般的な狐火と違って比較的低空を浮遊するもので、岡山の奥群、豊原村では、老いた狐が、 中狐狸と化すという。また同じく、奥群、田松村の竜宮島では、雨模様の夜に現れるちょほどの大きさの開花を、中狐狐と呼び、時には地面に落ちて、周囲を明るく照らし、やがて跡形もなく消え去るという。明治時代の妖怪研究家、井上遠良はこれに、中狐の字を当て、高く飛ぶ者を天狗、低く飛ぶ者を中狐としている。 各地の俗信や江戸時代の古書では、狐の吐息が光っている、狐顔を打ち合わせて火を起こしている、狐の持つ狐火玉と呼ばれる玉が光っているなど、様々に言われている。漢方時代の雑書、諸国里人団では、元禄の初め頃、漁師が網で狐火を捕えたところ、網には狐火玉がかかっており、昼には光らず夜には明く光るので照明として、長宝師とある。 元禄時代の本草書、本朝食感には、狐が地中の口滝を取って火を作るという記述がある。英語のが日本語で狐火と直訳され、このフォックスは狐ではなく、朽ちる、腐って色するを意味し、フォックスファイヤーは朽ちた滝の火、朽ち木に付着している菌糸、キノコの根の光を意味していることから、本朝食感の記述は、 地中の朽木の菌糸から光を起こすとの記述とも見れる。また、本朝食感には、狐が人間の頭蓋骨や馬の骨で光を作るという記述もあり、特本作者、高井蘭山による、明和時代の群毛天地弁、江戸後期の随筆家、三好宗んによる宗ん貯文記にも、同じく、狐が馬の骨を加えて火を灯すとの記述がある。 長野県の祈願集、新集百物語によれば、あるものが狐火に近づくと、人骨を加えている狐が降り、狐が去った後には、人骨が青く光っていたとある。このことから後に、骨の中に含まれる輪の発光を狐火と結びつける、説が、井上遠梁らにより唱えられた。輪が60度で、自然発火することも、狐の正体と輪の発光とを結びつける一因となっている。 しかし伝承上の狐火は、キロメートル単位の距離を経ても見えると言われているため、菌糸やリンの弱々しい光が、狐火の正体とは考えにくい。1977年には、日本民族学会会員、角田義春の詳細な研究により、山間部から平野部にかけての戦場地などに、現れやすい光の異常屈折によって、狐火が、ほぼ説明できるとされた。 他にも天然の石油の発火、玉、電源章などをその正体とする説もあるが、現在なお正体不明の部分が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。